はい、こんにちは、パソケンです。今回この動画では Windows 10のバージョンやエディションを確認する方法について説明していきます。確認するためにはデスクトップ画面でスタートから設定をクリックします。で、設定画面のシステムという項目ですね、こちらをクリックします。続いてシステムの左側のですね、メニューから下の方にスクロールしていくと詳細情報という項目があるので、こちらをですねクリックします。そうすると詳細情報という項目下の方にですね、 Windows の仕様というものがあるので、こちらをですね確認していただくと、エディション Windows ホームなのかプロなのかであったり、あとバージョンですね、今現在のバージョン、このパソコン、この端末であれば 20H2 が入っているということになります。インストールの日にちもですね、ここで確認することができます。またですね、この Windows の仕様のですね、上の項目にこの Windows 10が何ビットなのかっていうこともですね、合わせて確認することができます。で、ここにですね、システムの種類というものがありまして、その隣にですね、64ビットオペレーティングシステムと書かれています。この項目を確認することで32ビットなのか64ビットなのかというものをですね、確認することができます。